ドイツ政府、ファーウェイ排除を検討。現在、ドイツ政府が第5世代の携帯通信網からファーウェイを排除するため、セキュリティ基準の厳格化などを検討していることが明らかになりました。このファーウェイの製品には、スパイ部品やスパイソフトが組み込まれていると見られており、中国には国家情報法という法律があるため、すべての中国人と中国企業などが、 中国政府のスパイ活動に協力させられておりますまたファーウェイは中国軍の軍人が経営しているとも言われており中国軍そのものだとの指摘もあるんですけども皆様個人的な買い物だけではなくて企業として何か通信機器を購入する際にはしっかりと信頼ができるメーカーのものを選んでいただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。